フィルター基礎講座「ニューラルフィルター」でポートレートトレを修正するこのレッスンでは最近フォトショップに搭載されたニューラルフィルターというフィルターを使ってポートレートえ具体的には人の顔の写真ですねこちらを修正していきたいと思います。それではフォトショップに行ってみましょう はいこちらが本日のサンプルデータです、えー、これは以前私が写真撮影をお願いして撮った写真になりますので加工などは一切していません、えー、この写真に対してまあ、通常であれば肌の加工などをしていくあの例えば、えー、このニキビの跡を消したりとかそういったことをしていくわけですけれども今回はフィルターを使ってそれを実験してみたいと思いますフィルターメニューからニューラルフィルターを選択します このニューラルフィルターは AI の機能を使って Photoshop が勝手にいろいろなものをやってくれるというそういったコンセプト、まあざっくり言うとそういうコンセプトですかねのフィルターになります。でこれはまだ開発中のものが多く含まれているので、中にはあのあまり使えないと言ったらちょっと失礼ですけれども、まだまだかななんて思うものもあったりとか、使いどころがわからないんだけどこれはすごいぞなんていうものがあったりして、皆さんも SNS 等で見たことがある。 という方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますポートレートで使える機能としてはこの肌をスムーズになんていうところはいいですねこの雲のマークがついているフィルターに関してはダウンロードが必要になりますので使用前に一度ダウンロードして使っていきましょう肌をスムーズにを選択したらクリックして適用しますすると今ちょっとビフォーアフター一瞬でしたけれどもこのように肌の方がきれいに 少し仕上がってきました。ぼかしや滑らかさの強度を調整してあげると、えー、自然なものからよいしょ大胆なものまでいろんなケースが考えられるようですが、これはあんまり大きな差はないようですね。ちょっとビフォーアフターで比較してみたいと思います。えー、こちら一旦オッケーをしていきたいと思います。はい、新しいレイヤーに今一度フィルターをかけた画像を、えー、こちら。 移しましたので今フィルターありとなしと2枚画像が表示されていますこのように見比べてみるとすごく自然に補正されていることが分かりますねもうちょっと拡大してみましょうかこれはなしですこれがありです えー、毛穴とかを残した状態で補正するというのが実はこの補正ですごく難しいんですよねこういうところとか消してしまうと不自然なんですけれども残した状態で補正するというのはすごく大変なんですが、えー、こんな感じで上手に消えているということが分かります、えー、これ一度このフィルターを通したものを改めて補正してあげると仕事の時間短縮に非常に有効になるんじゃないかなと思いますので、えー、まあ、これで終わりというわけでは なくて例えばまあお化粧で言ったらこれが下地になっていてそこからコンシーラーを使ってもいいしファンデーションしてもいいよねという考え方がいいんじゃないかなと思います。それではもう一度ニューーラルルフィルターに行ってみましょう次は何をしようかなというところなんですが面白いもので次はご紹介していきます。こちらベベーータタの方ですねベータということでこれからどんどん進化していくんじゃないかなと思うんですがこのスマートポートレートをオンにしていきます。 このスマートポートレートに関してですけれども、えー、笑顔というところとか年齢とか。 いろんな項目があって、これ全部コントロールすると結構大変なんですけれども、例えば笑顔を調整してあげると、でしばらくこちら待ってあげると、えー、この画像が笑うよという、そういうものになります。他にも年齢とか髪の量とか、えー、そういうものが調整できますが、これすごく時間がかかる機能なので、あ、笑いましたね。口が開くっていうのはすごいです、これ。えー、これはすごいです、えー。ただこれがいいかどうかは、まあ、個人の自由というか個人の判断に任せるところかなと思います。 ますが、<laughs> えこういう面白い機能がありますので、ぜひ覚えてみてください。あと項目としては、えー、驚きとか怒りとかですかね。あんまり触ってしまうとこれモデルの方にちょっとどうなのかなと個人的には思ってしまうんですが、例えばちょっと触ってみましょうね。驚き多くすると、あなんかちょっとハッて口の形が変わったりして面白いですね。怒りあなんかちょっとこう眉と。 目の間がキュッとなりましたね面白いです。ということで、えー、まあ実在の人物の写真をここまでいじってじゃあそれ何に使うのっていうとなると、えー、そこに対して クリエイティブが何か必要かなと個人的には思うんですけれども、えこういった、えー、なんかこう、実際にはありえないような写真を作ったりするということがもうフォトショップでできる時代になってきてますので、えー、皆さんの方でも、えー、ぜひぜひお試しで構わないので、こちら一つやってみてもらいたいなと思います。あと、えー、SNS 等で話題になっているのはこの風景ミキサーですね。今日はあの人物の写真なのでこちらは使っていきませんけれども、えー、別の写真を組み合わせて、例えば枯れた、えー、草原を、えー すごく生やしてみたりとか雪山にしてみたりとかそういうことができたりしますこれはニューラルフィルターというこのフィルターで実現していますのでやってみていただきたいなと思います最後にもう一つフィルターつながりでニューラルフィルターより前に搭載されているこちらの歪みフィルターも一緒にご紹介しておきますゆがみフィルターに関しても先ほどの笑顔というところが結構できるんですよね ただしこれは歪みという名前がついている通りえー、歪みをベースにしてますから例えばないものに関して、えー、あるように見せるさっきはちょっと無理やりこう歯がワッと生えてきましたけどああいうことはできません、えー、その代わり割と自然な形で笑顔にしたりとか、えー、こちらに関しては目の大きさとかをこうやって調整できるんですよねちょっと気持ち悪いのでリンクさせておきます、えー、リンクさせて目を大きくしたりとか ということができるようになっていますこれは画面のピクセルを歪ませるような形で実現されているようです口を笑顔にしてみたいとかこれがまあどっちが自然かというのは本当に写真の,あの内容によりけりですよね難しいところもあると思いますけど割とこの歪みに関しては細かいところまでコントロールできますのでこれも面白いなと思います輪郭をちょっと変えたりとかで実際この 歪みの笑顔が仕事に役に立った例が実はありまして、えー、素人の方まあ私も素人ですけど、えー、と写真を撮られ慣れてない方の写真を撮ってそれをウェブサイトに掲載するなんてお仕事が結構多いわけです。あのモデルさんんんばっかりを相手にしていいる方ももちろん多いんですけどそうじゃない方の方のが大半ですよねでそういった方ってどうしてもこう笑顔が硬かったりとかそもそも「笑ってください」って言っても全然笑わない方とかも多いわけですよ。そういうい時に この歪みフィルターで、えー、別にこう笑顔こういう笑顔を作らなくてもいいんです。こう顔の口角だけちょっとキュッと上げてあげるだけで印象がだいぶ変わるので、まあ、そのぐらいの薄は許されるかなと個人的には思っています。えー、歪みフィルターや、えー、今日ご紹介してきたこのニューラルフィルターを使ってあの、えー、顔の印象を良くする。 でその先にあるもう自分の新しい顔を作っちゃうなんていうところもぜひ皆さん一度やってみると面白いかなと思います。一度ね自分の顔で試してみると面白いかもしれません。